皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。これはもう決まったと思って良いよね。どうしたんですか、張り切っちゃって。この夏の遺跡市場において日本人の中では最も去就が注目されたと言っても良い鎌田の拉致を入り、いよいよだね。正直私はクラブから何かしらの動きがあるまでは全部飛ばしだと思うようにしていますが。そのクラブからの動きがあったんだよ。クラブのホームページにクラブのマフラーを巻いた鎌田の姿の写真とともに、日本人ミッドフィールダーがフィウミチーノのレオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港に着陸した。と記事を投稿。そしてさらに続けていらっしゃいませといらっしゃいませという言葉を使って歓迎の意を表し、私たちはフランクフルトから飛行機で17時半頃にフィウミチノに到着した日本人の第一鎌田を歓迎したい。彼は首都で数時間を過ごす。27歳の誕生日をローマで過ごす素晴らしい滞在になることを私たちは祈っている。PS 伝統的なドレスコードを尊重していただきました。とマフラーを着用した鎌田、そして8月5日に誕生日を迎える鎌田を歓迎している。今日が4日ですから、明日もローマで過ごすということは、これはローマに滞在し続けるってことですね。イタリアらしくおしゃれな言い回しでそれをほのめかしてるって感じかな。しかし本当にここまで長かった。ですねー。シーズン中から様々なクラブへ加入の報道がある中で、フランクフルト退団を表明して、さらにミラン入りがほぼ確定しながら、ここまでも連れちゃいましたもんね。もしかしたら無所属のままシーズンを迎えるのかと思いましたよ。代理人の問題でミラン入りに少し時間がかかってる間にマルディーニが退任して白紙に、その後もシティが日本に来てる間に発表があるんじゃないかとか、セリエ A でもユベントスが浮上したりとか、飛ばし記事も含めればそのクラブ数は10を軽く超えてるんじゃないかな。しかしこれはもう決まりでしょう。本人も嬉しそうな顔をしていますが、ラチオですか。実際のところはどうなんでしょう。移籍先としてってことだよね。個人的には悪くないと思うんだけどな。セリエ A では歴史のあるクラブだし、90年代からは力をつけて浮き沈みはあるものの、昨季はリーグで2位。鎌田が絶望している CL への出場も問題なく可能なクラブということですね。とはいえ、選手層が厚いとは言えないクラブ。そしてこの夏でクラブに大きなダメージが。2022-23 シーズンは公式戦47試合出場で11ゴール8アシストを記録するなど、ラチオでは長年主力として活躍し、ビッグクラブへ移籍が囁かれていたサビッチがなんとサウジへ移籍。このサビッチの後釜という形で鎌田を迎え入れたんじゃないかな。しっかりと起用するポジションも明確にあるのはありがたいですね。そして監督を務めるのはサッリ。選手時代はアマチュアながら下部リーグから指導者をスタートし、セリエ B のエンポリ時代には 4-3-1-2 のシステムを軸に若手の抜擢からベテランの再生まで行いチーム力を上昇。クラブをセリエ A に昇格、そして翌年も残留させた後はナポリでも優勝は逃すも一定の成果を残し、チェルシーへ。初の海外で苦しむも言える制覇などクラブにタイトルをもたらしてユベントスの監督へ。なんか経歴からしてかなり優秀な監督な気がします。ユベントスではスクデットを獲得するも CL での不振の責任を取る形で辞任となって2021年からラチオの指揮を。ラチオといえば個人的には攻撃的なチームというイメージがずっとあるんだけど、ナポリに次いで2位と躍進した昨季のラチオを元イタリア代表で現解説者のバルザーリは、ラチオは戦力的に5位か6位が妥当だったと考えるが、実力以上の結果を残したと言える。守備に関してはセリエ A で2番手となる強さで、信じられないようなシーズンを見せた。エースのインモービレの離脱が長引く中、オートメーション化されたプレーを披露し、2位でフィニッシュした。と称賛すれば現地記者も、継続的にサッリの指導を受けてきたことや補強の選択を踏まえれば、ラチオの成長は期待できた。それでも、リーグ戦で圧倒したナポリを除く全てのチームよりも上位につけることは考えられなかったことであり、私は今シーズンの新星にラチオを選びたい。と昨季の戦いぶりは高く評価されている。なるほど、昨季のラチオの高い評価は守備陣にあるんですかね。昨季は38試合で60ゴールに対して失点はナポリの28に次いで2番目に少ない30。60ゴールはリーグで5位と考えると守備にストロングポイントがあると考えてもおかしくはないかな。サッリが今シーズンのラチオで行った最も重要な仕事は、組織的な守備ラインだと考える。攻撃陣も素晴らしいが、ラチオは昨シーズンからすでに攻撃に関しては優れていたと言える。今シーズンに入ってディフェンスラインが改善され、中盤の選手たちも高い位置に保てている。また試合中、常にボールポゼッションを目指し、2、3回のタッチで回しながら、選手全員が動き続ける。これらの点がラチオの転換点につながったと言えるだろう。と現地メディアも守備の改善を指摘し、それは守備だけではなく、
ラツィオの成長を理解するための土台として、守備のシステムと安定性があることは言う通りだ。ただ、付け加えるべき点がいくつもある。アルベルトとサビッチのコンビを支えられるようになった。と中盤でのプレイの安定性の向上に一役買っていると指摘。そのポジションに入るであろう鎌田にとってもありがたいことですね。もちろんサッティが求める動きは鎌田にも求められてるところで。守備陣の各選手のこの力は最強レベルではないかもしれないが、ディフェンスライン全体は最強だ。ラツィオの4バックの選手たちは、ボールを保持してのプレーがうまい。高いラインを保ち、テンポよくパスを回すラツィオでは、足元の技術がうまくなくてはならないからね。それからサッティが求めるように、その場の状況を読めるようでなくてはならない。つまり守備陣による偉大な仕事が基盤にあるわけで、献身的にプレーしている選手たちは素晴らしい。という評価。鎌田は新加入なわけでこういったやり方に早く慣れてくれれば活躍はできるんじゃないかな。フランクフルトでは昨季複数のポジションをこなしていましたし、鎌田ならきっと大丈夫ですよ。あとはサッティがもともと日本人に興味を示してたという部分もある。カタールワールドカップ終了後には、中盤強化を必須と望むサッティは、日本人のユーティリ規制に関心を抱いている。とスポルティングでプレイする森田に関心を寄せていたことがあった。森田ですか、鎌田とは、少し役割が異なる選手ですがユーティリ規制という意味では共通しますね。しかしラツィオの財政上の理由や編成の都合で実現には至らなかったものの、シーズン終了後、サッティ監督は来季の補強に関して、今夏の大型補強を期待している。CL の収益があれば何かアクションも起こせるはずだ。と補強を要求し、現代サッカーでは、技術的ニーズと経済的ニーズの両輪が求められる。補強における最初のステップはチームに残る選手について考えることだ。すると、どのような選手を加えるべきかが明白になる。我々ラツィオもピッチ上で他チームに劣るポジションがあり、個性を欠くポジションもある。と CL を戦う上で補強が必須と明言していた。そしてこの後サビッチが移籍をした後の鎌田の補強。でも言葉を借りるなら経済的なニーズの意味合いが強そうに感じます。なんと言ってもフリーですし。さらに現地報道によると鎌田の給与に関して一度この話は破談に向かいかけたものの、スポーツ用品メーカーの水野が鎌田の給与の支払いに参加することで、再び交渉が再開された。とされていて、そこの部分でやっと折り合った可能性が高い。ただ技術的ニーズがなければ補強するわけがないからね。ここからは鎌田が実力を証明する番だね。そして、そのポジションを与えられるチャンスも、CL という実力を証明する舞台もラツィオにはあるってことですね。だね。ともかく当初鎌田が考えていたクラブとは異なるかもしれないけど、CL 出場、そして高いレベルのクラブ、この2つが揃っている数少ないクラブを鎌田は選択することができそう。セリエ A の開幕は8月20日。あと2週間ちょっとで本番がスタート。残された時間は多くないけど、鎌田にはチームに早く馴染んでフランクフルトの時のようなプレーを見せてほしいね。というか、ここまで来て話が破談になったら辛すぎる。絶対決まってください。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。